取れてんだ。どこなんだ。チュキちゃん。チュキちゃん。チュキちゃん。このうちの子でした。はい、定期健診です。こんにちは、クロケンです。マオイです。猫の介護のお話の、シリーズに最近なっているけれども、これはずっと続けていこうと思います。はい。チョキさん、これ病院ですね。うん。20歳を過ぎてから、病院に行くケース増えましたね。うん。なんか初めはあれは骨折が最初くらいですね。骨折というか足を引きずるので連れて行ったところ、骨折していって、ちょっと高い棚から自分で飛び降りてやっちゃったんだけど、その時には、もう過去に反対側の足だっけ、骨折の跡がありますよみたいなことを言われて、気がつかなくてごめんねって2人で言ったのを覚えてます。でこれはもうそれからだいぶ経って、目にね、緑内障ができて、その時初めての頃はめまいかなっていうような動きをね、してました。でそれで連れて行ったんですが、この年なのでいろんなとこに検査をするとね、問題があって、1ヶ月に1回のペースで、定期検診っていう形で連れていくようになりました。それで、思ったんだけど、チョキさんは小さい頃もいろいろやらかしてくれて骨折もあったし、病院に行くじゃない。でそれがやっぱり健康な時から月1はないにしても、半年に1回もか1年に1回ぐらいね、検査っていう目的の病院通いはするべきだなと思いました、やっぱ予防だね、健康診断だね。そうね、健康診断っていう形で病院が勧めてくれたんだったか忘れちゃったんだけど、前もってやっぱり通っていることは大事だね。あと、猫はストレスに弱いっていうのを痛感したのでね、チョキは本当に病院がダメで、これ見てもらうと分かると思うんですけど検診をした後こんなになっちゃいます、もう疲れた、早く帰りたいよみたいなのね、年取ってからだけどね、ぐったりしてるので、これも、結構なストレスになっていて、病院に連れて行くんだけどそれが逆にストレスになってるっていうような悪循環でした。これも年に1回とか病院に慣れさせてしまえば、行った時にね痛いことしないっていうふうに分かってくれたら、きっと良かったね。金銭面でもこれ病気になったり怪我をしてから行くとやっぱり動物の病院は高いからね、大変なお金がかかります。で、検診だったらそんなにでもないので、それで1年過ごせるんだったらいいよね。あと病院絡みで言うと、チョキで分かったのはいろんなことが、食欲があった方がいいなとかいろいろあるんだけど、骨折はダメだね。骨折させないような、特に老人は、人間も一緒だけど、骨折をしてから、ばったりいっちゃうっていうようなことが多いので、特ににゃんこは自分は大丈夫ってなんか思っちゃってるので、飛び上がれるから降りられるって思うみたいで、登れるけど降りるのが結構きついみたいで、チョキも2回とも降りた時になっちゃいました、引退したスポーツ選手みたいな感じだもんね、ということで早いですが、今回はここまでです。早い。またね。さよなら。